はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイグリスです。あ、今日なんですけども、はい、カウとね、ナイト、堺のブレザーローなんですけども、はい、こちらの方が急遽販売情報出てきたと。はい、いうことでね、びっくりしたんですけども、今日はそのあたりをやっていけたらなと思います、はい。このチャンネルではスニーカー、ファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、はい、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。随時更新してますので。はい。はい、でね、早速なんですけども、はい、まあ、ナイキと、カウズと、堺ブレザーローですね、はい。はい。こちらの方はですね、以前からリークで、11月の27日に発売するんじゃないかというのをさせてもらってたんですけど、そうなんですよね。はい。一応ね、11月27日の発売は間違いないんですけど、うん、堺での発売っていうのが、うん、その前日のね、11月26日発売になるみたいで、はいはい、はい。今でも抽選来てるんですよ。で、抽選の話はちょっと後でお話したいんですけど、はい、うん、抽選のね、まあ、当選が分かるのが26日なんで、はい、一応26日とさせてもらってるんですけど、ああ、ただですね、11月の27日にちょっと見てもらいたいんですけど、スニーカーズの方にも発売来てるんですよね。ああ、来てたんですね。はい。はい、ネプチューンブルーと、はい、チームレッドのカラーが来てるんですけど、うん、あとそれ以外に以前紹介したパープルも来てるんですけど、はい、これはまた日程が違うんですよね。ああ、はい。なんで最初に、このブルーと、いわゆる、チームレッドの方が発売されるということなんですけど。なるほど。はい。で、堺のインスタグラム見てますと、もう抽選の情報が来てまして、あ、はい。この後、夕方の7時からですね、はい。12時間だけの、うん、まあ、応募の期間といいますか。はい。はい。本日の、11月22日の19時からですね、はい。次の日の、11月23日の朝の7時まで、はい、12時間だけの、はい、まあ、応募が来てまして、こんな形で。はい、はい、はい。で、まあ、11月26日に発売されるものに関しては、うん、ネプチューンブルーとチームレッドになるので、はい、まあ、この先から発売されるということで、これがどちらかをね、はい、っていう感じなんですけど。なるほど。はい、僕はですね、以前からですね、このブルーとチームレッドのカラーだったら、うん、チームレッドのカラーの方が好みなので、うん、まあ、僕はこの堺座スワーデの方の、抽選の応募っていうのは、うん、このチームレッドの方のカラーでしようかなと思ってるんですよ。はい、はい。はい。まあ、ブルーもかっこいいと思うんですけど、悩みますね、これね。でもね、そうなんですよ、一つだけなんですよね、はい。これからのね、季節を考えると、まあ、暖色カラーといえば、チームレッドの方がね、近いかなと思うので、はい。はい、まあ、ブルーが、ブルーでね、まあ、描いたとしても、年の春夏あたりまで、うん、まあ、別に寝かしてはいいかなと思うんですけど、そうですね。はい。はい、まあ、こちらの方が着てまして、うん、で、これ以外に、残りのね、2色に関しては、うん、12月の9日にね、一応、堺座ストアの方でもう一度発売するみたいで、はい。はい。で、12月の10日の方にですね、ちょっと見てみたいんですけど、残りのその2色のパープルとですね、まあ、以前からベージュのカラーのものも発売されて言ってたんですけど、はい、どうもそれが発売されるみたいですね。なるほど。はい、合計ね、まあ、発売日はバラバラになっちゃうんですけども、はい、まあ、4色発売されるそうですね。はい。ということなんですよ、ね。もともとね、これ9月頃に発売されるんじゃないかって言われてたので、うん、だいぶずれましたので。そうですよね。はい、で、これ以外にも、堺ってナイキのね、コラボのスニーカーまだあるので、はい、まあ、それもね、まあ、渋滞してるっていう感じって言ったらいいんですかね、まあ、延期と言いますか、はい、いう感じの中、まあ、急遽来たということで、はい、まあ、もともと言ってた日程はね、スニーカーズの発売になるんですけど、うん、まあ、一応、リーク当たってましたね。当たってましたね。はい。ということで、僕らこの後、堺座ストアの方に申し込もうかなと思ってるんですけど、はい、はい、僕は先ほど言ってた通り、チームレッドの方で、ちょっと申し込もうかなと思ってるんですけどね。うん、はい。はい、ちなみにこれはなんか店舗の販売もあるんですか？あ、そうですね。青山の店舗でも発売があるんですけど、はい、そちらの方はですね、まだ概要欄に貼っときますので、はい、まだ詳細見てもらいたいんですけど、僕ら直接買いに行くことできないんで、はい。ところがですね、はい。僕この日、はい、東京にいるんですよ、実は。あ、言ってましたね。出張ですよね。はい、仕事でね、はい、実は東京にいるんですよ、その日だけ。はい、で、11月26日にですね、発売されるじゃないですか、スニーカーの方が、はい。はい。それに合わせて、こういった、シューレースの部分に、カバーをつけて、まあ、ジップでね、こう、調節してもらえるようなアクセサリーが、販売されるらしいんですけど、はい、これがね、11月26日に青山のみで発売されるみたいなんですよね。これネットの方で発売されないみたいなんですけど、はいはい、こういったものが付属で発売されてると書いてましたね。これ面白いですね。これつけることによってまた雰囲気変わるので。全然違いますよね。はい、以前ね、はい、なんかこういったもので言うと、トラビス・スコットのエアフォースワンの方で、ね。ありましたね。
ものを着てたんですけども、はい、あと僕持ってるやつなんかで言うと、あの、クロットとね、はい、あの、エアフォースハイの方のコラボなんですけども、はい、あの、そちらにもね、こういうのついてましたね。はい、ついてましたよね、はい。はい。赤色のね、バレンタインの頃に発売されたやつなんですけど、そうなんです。はい。はい、まあ、それ以外で、他のブランドで言うと、まあ、コンバースと元ナンバーナインやってた、うん、宮下さんがやってるソロイストあるじゃないですか。はい。のコラボで、割とね、こういった、ジップがついてるのが多いですけどね。ああ、そうですね。ジャックパーセルとかでも、こういった形で出してたんですけど、まあ、オールスターとかでもね、こういったものデザインのものもここにあったんですけど、はあはあ、26日に一応ね当選の結果が分かるので、うん、まあ、外れたらですね、まあ、11月27日の次の日の、はい、まあ、スニーカーズオンラインチャレンジがあると思うんですけど、そうですね、まあ、2回チャレンジができる、はい、ということですよね。でもまあね、酒井当たってないんでね、酒井ね、なかなか当たんないですよね、はい、僕らなかなかね、アパレルの方買ってないんで、ああ、顧客じゃないとオンラインの方でね、そういうことなんですかね、はい、買っておけばよかったなと思うんですけどそうですね、はい、まあ、あのね、12月のね、10日にはね、スニーカーズの方でも、そうですね、このパープルダストがね、はい、発売されるということで、はい、これも気になる1色ですね。そうですね。はい。で、ベージュのカラーと2色で発売されるんですけど、うん、僕はこの、パープルダストのカラーの方を、次の12月には狙おうかなと思っているんですけど、ね。欲しいですよね。はい。で、これ以外に、サカイとナイキの靴で、うん、まあ、コラボにあるんですけど、出てないもので言うと、ベイパーワッフルもね、ホワイトとブラックが出てなくて、はい、で前回、ちょっと古い動画でも話してるんですけど、リークの方で12月の中頃じゃないかっていうリークが出てきているので、はい、10日にね、この、サカイ・カウズ・ブレザーロー発売した後にですね、まあ、可能性はあるかなってちょっと思ったりするんですけどね。なるほど。はい、まあ、年内にね、発売すると思うんですけど、うん、はい、まあ、それ以外に、ブレザーローで、サカイ・ナイキのコラボで、ホワイトをベースにしているものをリークで一回見ているので、はい、もしかしたらそれもね、来年の春頃に発売されるのかと思ったりするんですけど、はい、それに関しては全然情報ができないんですけどね、はい、今のところ、世に出てきている、まあ、実物で見たリークで言うと、それぐらいなんで、うん、はい、そういえばね、あの僕が以前買ったのマルチカラーなんですけど、はい、あのジャンポールゴルジュの発売ね、あれ一般の発売と言いますか、日本での発売ないですよ、ね、ないっすよね、ないですよね、はい、その後ちょっと今後どうなるのかちょっと分かんないですけど、僕ねあれの黒が欲しいです、僕も欲しいですよあの黒が、そうなんですよ、ね、はい、アクターマーケットものがねちょっと見てるんですけど、はい、なのでね、まあ、日本のね発売ずっと待ってたんですけど、はい、結局情報全然出てこない、そうなんですよ、ね、はい、今後発売されるかどうかでもちょっと分かんないですけど、ちょっと期待したいんですけどね、はい、はい、あと今日2本目の動画あ、そうですね、はい、届いたんですよね、あ、そうなんですよ、はい、はい、これが届きました、はい、スニーカーズの方から、うん、テアジョーダンハイ OG のコルトが届いたんですよね、そうなんですよ、はい、はい、まあ、こちらの方少しだけまあ開封しようかなっていう感じですかね、それとね、まあ、ボルドーについてはちょっとあのストックスの、はい、ね、情報がね、まあ、ちょっと出てきてると、はい、いうことで、まあ、2本目の動画でそのあたりもね、はい、やっていけたらなと思いますね、はい、あの今度はね、はい、僕らもあのオンラインで、はい、あの申し込みの方しようかなと思ってるんですけども、ね、はい、まあ、あの僕ら実際に買えるかどうか、はい、結果の方が気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします、はい、はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カイノリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. At Parker's, can't listen, but finish what I started. Paint a picture like an artist, you're looking like the victim. But really, I am the target, and I ain't asking for anyone's energy. I swear medically I'm needing a remedy or therapy to stop myself feeling so heavily. Mentally I haven't been acting how I'm meant to be.